ジュラシックワーダーライブ、ロックド邸宅の書斎までやってきています。今日もバトルやっていきましょう。まずはフランキー埋まっていますので、フランキー開けるところからやっていきますが、さあ、昨日はですね、順調に勝ち上がることができたので、今日はちょっと怖いですね。まあでも最高が5243ですから、今日勝ってね、過去最高を更新できたらいいなと思いますが、早速やっていきましょう。さあ、なかなかですね、勝つことが難しいので、まあ、気楽に楽しく皆さんにお届けできたらいいなと、バトルできたらいいなと思っています。はい、では、早速ですが、開けていきましょう。何が出ますでしょうか。はい、組み合わせ大事ですね。さあ、これはどうしようかな。これはソロドロからいきましょう。さあ、インラップです。相手としては嫌な相手ですが、先手が取れました。向こうは回避打ってくるかな。はい、回避打ってきますね。はい、厄介な人が来ました。さあ、ここは、はい、1回打って、うわ、結構当たったぞ。これちょっとですね、もう1回打ちます。はい、これだけ当たるとどうしようもないね。はい、これで先手を今残しておいたので、次のターンで先手が打てるので、はい、これ1ターン耐えられるかな。1ターン耐えられそうなので、あ、黒を打ってきますか。はい、勝負かけてきましたね。はい、ここは、はい、1回打って、うわ、1回また当たっちゃう。うわ、向こうこれやる気なくすね。回避も黒くも当たっちゃうとちょっとどうしようもないね。しかも今 1.5 を打っちゃったので、次先手と2倍が復活してるんじゃないかな。これは次やる気なくすね。トリコ出してきます。さあ、ここに対して、はい、スタンをかけていって、これスタンかかったらもうやる気なくすね。はい、スタンかけていきたい。スタンかかるように。スタンかかったらやる気なくすな。さあ、どうする。はい、こっちが先に打ちますと。はい、これでスタンがかかっていないかな。かかった。はい、2倍打ってきます。さあ、ここで即時妨害打ってくるか。はい、こっち2倍を構えましたけど、はい、どうしますかね。時間ないですよ。はい、打たれる。うわー、なんていう試合だ。ソロドロ強え。はい、いやー、これやる気なくすよね。これはやる気なくす。いやー、これはもうね、僕ならへこむ。いやいや、よかったよかった。はい、ありがとうございます。勝たせていただきました。さあ、これは大きいな、この勝ち方。ソロドロ一人でね、しかも無傷ですからね。はい、ではやっていきましょう。まあ、こんなことはなかなかないですよ。なかなかない。はい、ありがとうございます。本当助かりました。さあ、開けていきます。何が出ますかね。やっぱソロドロはね、こういうことができるから強いんですけど、ここはアルデンティスです。はい、アルデンティスからいきますが、さて、これに対して向こうが何を出してくるかですが、あ、トリコですか。はい、まあまあいいですね。さあ、向こうは1倍打ってくるでしょう。はい、これ打ってきて、次2倍を構えるんで、これ打って耐性持ちじゃないから、トリコはすごくこれ嫌な相手だと思うんですよね。2倍構えるけど、うわー、効くね。はい、ここで向こうはこれじゃ倒せないからね。まあ、向こうは2倍構えて次のターンで倒せばいいという考えなんでしょうね。はい、これで次で倒せるからね。はい、1倍で倒せる。あ、そうですか。はい、ということで倒されましたが、さあ、ここで、はい、ここね、即時妨害をかけてくると思うんですよね。それは分かった上でも 1.5 を打ちます。まあ、これかけてこないかもしれないので、かけてくるよね。はい、これかけてくるのはしょうがないです。ただもう次これ少しでも削っておいて、これカウンター食らうんですけど、これでもう向こう何もできないので、無敵化も張れないので、ここでドラコでも出してくる。ドラコ持ってない。はい、ここで取れればね、 OK ですよね。
さあこれでやっと並びましたが、2倍と先制を残した状態になっているのでちょっと有利ですけど、先手を取らせてくれないと。ここはね、はい、一応もう牽制打たれるのは分かってるので、はい、こっちはこれを打っていくしかないです。でこれ打ってもう一回打つしかないんですね。はい、もう一回打って、はい、これでやられるしかないです。さあこっからですね、はい、こっからです。さあここで、はい、エルリドを出していくんですが、エルリドでスピードで勝てないので、うわー2倍来る、きついね。わあ、しかもクリティカル出る。うわー、これきつい、これはきつい。はい、さっきのねしっぺ返しみたいな負け方ですね。ね、あの同じ人かな、ああいう勝ち方するとね必ず、やり返されますからね。はい、まあ今はまあでもね、しょうがないですね、どうしようもないですね。クローク持たせてくれなかった。クローク打ってもね、無効化攻撃持ってるので先手取れなかった時点できつい。140でしたからね、今早かったですね。もうねこのレベルでも140ぐらいみんな出してくるようになってくると結構きついですね。さあ、はい、回避打ってきますか。回避打ってくるか。はい、次の2倍にかけるってことですかね。次2倍を取りたいんでしょうけど、ここでスクラブ打ってくるんじゃないんかな。打ってくる、スクラブ打ってくる。はい、無敵化打ってくると読んだんでしょうかね。打ってきませんよ。はい、さあこれでもう一回こっち側はもう一回スクラブできますか。はい、こっち側も徐々に崩していきますが、はい、もう一回次スクラブ来ます。はい、ここでスクラブ来るかな。ここで、あ、ここでスクラブもう一回来る。ほう、これでも回避外れてますからね、それだと勝てないと思うんだけどな。まあまあ、これでも次のターンでね、もう563しかないので先手が取れないからこれで負けちゃうので、ここは負けておいた方がいいかなと思います。はい、まあ負けときましょう。さあここからですね。さあこれ119ですから、はい、エルリドを出していきますけど、もうこれはクロークしかないです。はい、クロークかけます。向こうは2回打ってくるので、はい、2倍が当たるともう立ちが悪いですね。はい、これで次 1.5、先制打ってくると思うんですが、変えてくる。はい、トリコに対してもうどうかな、どのぐらいいけるかな。あ、倒せましたね。トリコの硬さでも倒せちゃいましたか。さあこれで先手が取れているので、はい、ここは逃げます。はい、ここでソロドロを出していくんですが、はい、向こうの先手に対してこっちが取れるので、あ、もう一回打ってくるかな。くさあそれで取ってくると、はい、どうしようかな。2対2か。はい、ここは1倍じゃ倒せないのでクロークをかけるしかないんですが、さあここで向こう1回これ2倍耐えられるかどうかに鍵ですね。当たりましたか。しょうがないね。はい、向こうはトリコを犠牲にしてね、よく頑張ったんじゃないでしょうかね。まあ今はですね、もうちょっとね賭けだったんですけどね、しょうがないかなと思います。あれでも勝てる人いるのかな。今ソロドロ頑張りましたね。さて見ていきましょう。これもアルデンティスから出していくしかないんですが、はい、インラップですか。さあこれでどうしますかね。慎重な攻撃できます。はい、次のターンでスピード落とされますがうわ、クリティカル出たね。これは結構きついよ。
はい、ここで2倍を打っていきますが、ここで回避をさらにかける。はい、ダブルでかけましたね。さあこれで打っていきますが、もう一回打てちゃうのでちょっときついんじゃないかな。さすがに298はきついんじゃないかなと思いますけどね。さあここで4000残っているので、次1回で倒されることはないんじゃないかと思うので、はい、ここに対して、はい、2倍を打っていきましょう。はい、クリティカル来ますが、これ耐えられれば、はい、打っていきます。スピード落としてみても良かったんですけどね。あ、クリティカル出たね。お、倒してた。うわー、これ強いね。こうなると向こう嫌だろうな。さあこれでプロミー来ますが、さあ1回は耐えられそうなのでスクラブ打ってきますが、さあ1回これで耐えときましょう。さあさすがに次無理なんですけど、ここでどうしようかな。はい、ちょっと変えます。はい、トリコを出して、はい、スクラブ打って、このカウンターを当てときましょうと。さあこれで次もう一回スクラブを打ってくると思う。あ、これで凶暴が来ます。はい、ここでもう一回カウンターを当てますと。で1倍当てますと。これでいいんじゃないですかね。はい、ということで、はい、いい勝ち方をすることができましたね。今ね、回避打ったりしなきゃいけないんだけどね、ついつい2倍かけるんだけど、1回で倒せないとね、きついと思います。はい、ということで今日は10体倒しましたので、以上になります。ありがとうございました。ではまた明日。